中津正明は日本の実業家。大部共同創業者で同社代表取締役 CEO や日本ブロックチェーン協会理事を経て沖縄科学技術大学院大学アントレプレナーインレジデンス。祖父は金属製の笛などを製作していた大阪の中津製作所創業者。父は国土調審議官や東京電力顧問などを務めた官僚。 2000年アジア大学経済学部卒業。大学では、金融論を学び、貨幣システムの研究をしていたが、大学院進学費用がなく、大学卒業後は、TG キャピタル投資アナリストとして、ニューヨーク市のオール街などで働いていた。その後起業家になるため情報技術などを学ぼうと、セブンネットショッピングプロダクトマネージャーに転じ 三年間の修行の後 IT コンサルタントとして独立し、企業の準備を進めた。2010年にサンフランシスコでキュレーションサイト事業のムセビを設立し、2012年にシリコンバレーでサトシ仲本の論文を読んだ後、日本に戻り、グルーポンでの事業開発担当や、クリテオでのグローバル RTB チームアパックディレクターを経て、2014年、 投資家の伊藤上一らの協力を得て、マネーを手掛けた、ンシュ春とコインパスを共同で設立した。オーブ代表取締役 CEO を務め、ブロックチェーン事業を展開し、日本ブロックチェーン協会理事、金融商品テックベンチャーに関する有識者会議員なども務めた。2018年にオーブを売却した後、沖縄科学技術大学院大学アントレプレナー院。 レジデンスに就任、ありがとうございます。